どうも皆さん、ライチです。今シーズンのコンペも残すところ約2週間とかになりましたね。次のシーズンでは僕の大好きなヘイブンが戻ってくるのでとても楽しみです。6月23日にいただきカスタムという大会に出させていただくんですけど、その際に3マップのうちの一つがヘイブンだったんですよね。それでエージェント構成をどうするかを考えていた時にふと思ったんですよね。今の環境だとキルジョイとサイファーどっちのセンチネルの方が強いのかなって。正直ちょっとアップデート情報を前後してるかもしれないんですけど、ヘイブンが消えてからキルジョイは度重なる弱体化を受けたし、逆に言うとサイファーは度重なる強化を受けたんですよね。正直プロが大会で何使うかで決まるようなもんなんですけど、僕個人としては結構サイファーありかなって思っていて、やっぱりヘイブンのセンチネルといえば C とかガレージ守るのが主流じゃないですか。なので今回は C のサイファーセットアップについて解説していきたいと思います。めちゃくちゃ強いカメラ見つけました。それではセットアップをしている動画へ移動します。まずはガレージ抜けをケアするためのワイヤーを設置します。ここは箱の内側に置いときさえすれば適当で大丈夫です。次にサイトの入り口を塞ぐワイヤーを設置します。これ正確にはサンセットみたいに根元が隠れるワイヤーじゃないんですけど、結構覗き込まないと壊せないので、あえて壊しに来るやつをピークして抑えるっていうこともできます。ケージは個人的にタイスモークとして運用するのが好きなんですけど、まあ味方のコントローラーが目遅いとかなったらメインに置いてあげてください。そしてカメラなんですけど、これがマジで最強です。後でカスタムで実践した動画流すんですけど、マジで刺さりました。こんな感じでピョンピョンしてるといつか傷つくんですよ。サイト内見れるのは当たり前なんですけど、こんな感じに見えてメインに来るやつ見えるんですよ。まずこれで、しかも設置した後とかだったら小部屋に入ったのも見れるし、ガレージ抜けも見れて、あとシュラウドステップでガレージ抜けようとしてもこのカメラだったら音が入ること検証済みなんで強いです。それでは実践の方で試した動画があるのでどうぞ。なんのこのカメラ気持ち悪い。すごくないこれ。え、すごっ。ここも見えるよ。え、すごっ。研究しました私。例えばサイファー暇やから俺寝ようかな。あ、シュラウドステップでガレージ抜けた。注意注意注意。だって Be My Fire な。うん。ガレージケアで。あ、です。あ、ナイス、ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。出た。もうそれのおかげで、多分これ、あ、いいな。強っ。強っ。強っ。40。40。あ、まず。よし、まず。いいかな。いいかな。あ、もう、A で前撮れた。クロスクリーン。これドローンですよ。ランプスね。あ、いいわ、目置いてる。C、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 切れない、C、切れない。あ、あ、オーメンか。ジェット、ジェット行った、ジェット行った。ジェットリスポット。オーメン、シュラードステップ。あ、まだいる。騒がしすぎる。忙しいなぁ。このカメラ。あ、集まって、C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 、集まってくる、集まってくる、C。僕ない、私。もう目置いてんで、ここの。エコミ一応いる。ここら辺に目を。あー、C おる、C おる、C おる。C にも目おる。ガレージ入ってる感じが強い。C、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 いや、ねえ、あはっ、あはっ、マジでマジマジマジ、多分そこバレてるぞ、気をつけろ。バレてるはず。なんなら勝負するか。あ、バレてる。あ、C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 。あ、多い。多い、多い、全員だ。全員、全員、全員、全員。あ、壊された。僕入れます。はいよ。もう入ってます。え、どこだ？もう少しかかる。え、なんちゃね、今度。遊びたい。ここじゃね？相手に。ああ、ええかも。逃げても無駄。ああ、ああ、ああ、やだやだやだ。いや、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 ああ。うわ、いる。泣いちゃった。曲がってくるスポーン。やばい、怒りの俺の怒りとどっちの怒りが強いか。
いないわ。もう起こり終わったわ。え、このシュラウドステップは上だ。おー、ちょっとそれは話違うんじゃない。方面ナイス。最後の一人だ。僕ね、死んだ。オーバーピクシー。おー、オーバーピクシー。全然切り替え。ついよ。ついよ。持ち帰るスピード早いわ。よし、うん、なんかすっごいガクガクしてる。一瞬ガクガクガク。大丈夫大丈夫大丈夫。何考えあんまね、もうダメみたい。手預かるよ。あー本当に触れるんだ。あー触れる。はいはいはい。出たそれ一番しか喜ばないやつ。あの夕方か。夕方か。それでようわかるわ。マジで来ちゃうよ、あのバンダル。あ、先輩帰った。来い来い。いやー勝ちに決めた。夕方やから。ダメ決めだ。それ B 助けに行こうか。なんか知らなさっき来たね。ジャンプしてる。やっぱーやチェンバーかい。チェンバーもだ。 A オッケー。ガーデンだ。行ってるとは思うけど。バイクを設置。 A 設置だ。なんか前面勝負してる。あれ敵を倒した。へへ、アイソワン。へへ、いないわ。へっ、おい、トレードマーク見る。さすがにか。80。おい、おい、あった。あ、勝っちゃった。ナイス。あと負けで紹介するのが A のカメラです。ぶっちゃけちょっとこれ実戦で試してないんで強いかどうかわからないんですけど、でも多分強いです。このようにヘブンからこのブロックの上登った後にここに設置します。カメラこのようにサイトは見れるのはもちろん、このようにB抜けが見れるんですよね。ヘイブンってマジであのBラークが多くて、特に A 設置の時とかはキルジョイとかそういうのがあの B メイン、あの B サイトの方こっそり入って裏から回ってくるみたいなことめちゃくちゃあるんで、それをケアできるっていう面ではめっちゃいいなと思いました、このカメラ。あとこのようにもうちょっと奥だったりとか手前側にも置けるので、まあ、それはそのサイファーを使う皆さんの好み次第で置く場所を変えてもいいと思います。もっと B リンク抜けちゃんと見れるようにしたかったらとか、あともうちょっとサイト稼働が見れるようにしたいとか、そういうので使い分けるといいと思います。あとはちょっと撮影するの忘れたんですけど、地味にこのカメラのいいところが、あの C とか B に寄った時にあの、まあ、例えばですよ、あの A にいて、ほんでそれでちょっと B の様子見に行った後に、あ C やってなった時にそのカメラを B からこれ回収できるんですよね、わざわざ A まで行かなくても。だからちょっと地味に便利です。それでは今回の動画は以上となります。良ければ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントの方でやっぱりキルジョイの方が強いんじゃないかとか、いやサイファーもっといいセットアップあるよとか意見がありましたらコメントの方もよろしくお願いします。それではバイバイ。宣伝させてください。6月23日に、いただきカスタムというバロラントの大会に出場させていただきます。ベーシックユーというチームでこの5人のメンバーと出場します。1人陣がいますが頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。